かし。風見学園のアイドル白川小鳥との出会いから交際の始まり、楽しいひとときやすれ違い、初めて結ばれたあの日、そして永遠の約束まで、あなたと彼女のすべてが詰まった究極のパッケージがついに登場。小鳥ラブエクスタシープラス。二人が出会ってから恋人同士として互いの気持ちを確かめ合うまでを描いた、ダカンポプラスコミュニケーション。恋人同士になって初めて迎えるクリスマスに、二人をパパ、ママと呼ぶ小さな女の子が現れる不思議な冬の物語、ダカンポホワイトシーズン。順調に交際を続ける二人、親友の恋も手伝いながら、さらに愛情を深め合う優しい季節を描いた、ダカンポアフターシーズンズ。互いを思いつつも怒ってしまう微妙なすれ違い、恋に悩む二人の2度目のクリスマスを描いた CDCD。 2002年のダカーポ発売から様々な形で育まれてきたこれら二人の主要エピソードを全て収録した小鳥ラブ。これまでのダカーポとは違う、イフの世界で二人が結婚という一つのゴールにたどり着くまでを描いたダカーポイノセントフィナーレ。そのダカーポイノセントフィナーレにアダルトソフトならではの新たなシーンを追加した完全収録版小鳥エクスタシー。さらに小鳥とあなたの甘々でラブラブ、そしてとってもエッチな新婚生活を描いた完全新規エピソード小鳥プラス。あなただけにイチャラブな小鳥に大きな愛で応えよう。あなたと小鳥の胸がときめく恋人時代から甘くエッチな新婚生活まで、二人の恋と愛とたっぷり楽しめる小鳥ラブエクスタシープラス、2010年4月23日発売予定。一生大切にしてください。